いらっしゃい、ソフィーさん。ゆっくりしてってね。あれ？なんかいつもよりご機嫌だね。何かいいことでもあったの？まあね。実は常連のお客さんが元の世界に帰ったんだよ。そうなんだ。でもそれ嬉しいことなの？寂しくはあるけど、元の世界に帰るっていうのは夢を叶えるための準備ができたってことだからね。それに帰ったら僕の一族が暮らしてる村を訪ねてくれるって約束もしてくれたんだ。これで少しでも僕の一族繁栄計画が進めばいいんだけどね。それどんな計画なの？初めて聞いたんだけど。ああ、そっか。ソフィーさんにはちゃんと僕の一族のこと話してなかったよね。僕の一族はちょっと変わっててね。人里離れた山奥に小さな村を作って暮らしているんだけど、ずっとそんな生活をしてるからかな、年々一族の数が少なくなっててね。それをどうにかしたいと考えて、僕は村の外から人を連れてきて村を発展させようと考えたんだ。それ大丈夫なの？村の外の人って受け入れられないんじゃ。人里離れたところに暮らしてはいるけど、外の人を拒んでるわけじゃないんだ。ただ生まれた地を大切に思っているから、そこを離れたがらないだけなんだよ。つまり僕みたいなのは一族にとって異端ってわけだね。けどそんな暮らしをずっとしてるからさ、僕の一族の存在を知らない人が多いんだ。だから少しでも多くの人に僕の一族のことを知ってもらえば交流が増えると思うんだ。そうなれば一族の人と初対を持って一族繁栄のために一役買ってくれるかもしれない。人が増えれば僕たちみたいに複製を使える子だってもっと増えると思うしね。そうだったんだ。ピリカさんの一族がそんな大変なことになってたなんて知らなかったよ。でもそれならエルデビーゲじゃなくて元の世界で集めた方がいいんじゃないかな。いや、こっちの方がいいんだよ。ここならいろんな時代のいろんな場所で暮らしてる人たちに知ってもらうことができるからね。そっか、確かにここならそれができるんだ。これくらいのことしないと僕の一族は近い将来途絶えちゃうと思うからね。それでもこの世界で会った人の中で僕の一族について知ってたのソフィーさんだけだったし、それだけ知られてない本当に小さな一族なんだ。だから絶えないようにやれることは全部やりたい。一族を繁栄させること、それが僕の夢だからね。よく来たね。いらっしゃい。